タイムパッセージ無制限が来たリュウです。さあ本日なんですが、スキル変更がですね、まあ、1月の、16日あたりのアプリバージョンで来るんですけども、タイムパッセージ今まで1ターン2度だったんですけども、まあ1ターン2度っていうか、デュエル中に2度1ターン2度だったんですけども、これデュエル中に2度っていう制約流れまして、何回でも使えなかったんですよ、タイムパッセージ。なんでこれ記念しまして、フォーチュンレディデッキを今日ねやっていきたいと思います。デッキレシピはね、大元はね、ツイッターでね、カピバラさんっていう方からご紹介いただきまして、これですね、カウンターパンチフォーチュンレディ、ね、フォーチュンレディって何が強いかって皆さんね、もちろん初動は確率そんなに変わってないんで、初手すぐにエヴァリー立てれる確率はそんな上がってないんですけども、上がってないけど、フォーチュンレディエヴァリー立ってる時ってめっちゃドローすんじゃん、そのこのギミックで、コーリングからのパスティからのレベル、上げて、でパスティ効果でこれ除外してこれ出してきて2ドローみたいなことするんじゃないですか。だからこの動きをすると手札が増えるってことは、カウンター罠を構えやすくなるんですよね。でそもそもフォーチュンレディの運命湾曲ってカウンター罠なんで、こいつも相性がいいじゃないですか。こいつこのカードめっちゃ強いと思うんだけどね。これ知らない人のために説明しておくと、フォーチュンレディと名付けたモンスターのみの場合、自分のフィールド上がね、魔法トラップカードの、発動およびモンスターの召喚を無効にするっていう、まあ一応エンドフェーズに戻っちゃうんですけども、一回先行でこれセットして相手の妨害すると大体勝てるんですよ、3ターン目で。なんでこれは強い。でもちろんパーシアスも強い。でもちろんテンパスも強いということで、ガン詰めしました。カウントトラップを7枚やってこんだけドローしたら引けるんですよ、結構。だから先行スーパー理不尽ムーブができます。はい、めっちゃ楽しい。先行制圧で相手何もさせずに勝つって一番楽しいじゃないですか。なんかマウントでぶん殴ってるみたいな感じなんで、UFC で言うと。なので、ま、これは上振れって、ま、もちろんね立ちにくいんですよ、結構言うて。そんな簡単に2枚コンボ揃うわけじゃないから、今の環境。まあ、サーチあるんで、まあ、そこそこだけど、まあ、そうは言っても、もうこの5枚の中から1枚と、この5枚の中から1枚っていう感じなんで、揃いにくい。正直ね、揃いにくい差はある。だけど、揃った時のバックガードは半端じゃないということで。はい、早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、闇バク、お、闇サトシくんじゃないですか、デュエルスタンバイ。これはビジョン効果さっきで降臨持ってきて、これはね結構強いですね。先行完璧なムーブができるかもしれない。まあちょっとデッキトップでカウンターマナめっちゃ低いみたいな神引きが起きたらもっと嬉しいなっていう感じで、フォーチュンレディ降臨発動、デッキからもちろんフォーチュンレディラリーを特殊召喚して、そしてちゃうわ、スキル発動、久しぶりに使うからプレミシスになるわ。パスティの効果を使って一回上げてから下げないといけない。上げて下げる、そう、血圧のようにな、俺の血圧のように上がっては下がる、これを繰り返す。そしてフォーチュンビジョンの効果は使わなくてもいいわ、別にあんま関係なかったけどもいいや。フォーチュンレディゴーテリー強欲なツボ発動、強っ、これは強いね、これは非常に強い。こうしてこうしてこうですね。でエヴァリー、はいはい、でこうしてこうしてここでエンド。さあバクラ君、君には地獄を味わしてあげるよ、サンダードラゴン。それはいいわ、さすがにこれ止める、これ止める意味わかんないもんな、これいいよ、それもいいよ、サンダードラゴンはいい。でもう一回使う、もう一回使うのいいよ。あー、いいよ、全然いいよ、全然いいよ。光を貯めていくスタイルね、墓地にね。1回に使うと2枚持ってこれるんですけど、墓地にね、光属性を貯めたい場合は、2回使うっていうのが望ましい。そして封印の黄金室、はあ、これはもう全然無理なんで、これを見せながら、こっちを捨てて、まず初動をしっかり目に止めていく。さあ、しっかり初動を止めていく。さあ、動けるかな、モンスター特殊化もする、もちろん。さあ、動けるんでしょうか。手札は4枚。手数多いって言ったって、言うて初動止めても結構。これね、孤高の獣の効果も止めます。あるんだったら。ない。なるほど。ドロー。はい、最強。はい、最強。
スキル発動してベイルケアして、これでベイルケアして、これ毎回毎ターン使えるのなんでしょう。これからクソ強いじゃん、毎ターン使えるでしょ、これこれ最強じゃん。ベイル持ってたんじゃねえのあれ、残念でしたね。バクラ君対戦ありがとうございました。この動き理不尽すぎ。さあお相手の方、進化聖眼きた、ビジョン、あーこれはね結構やばいこと起きるね、これハンド的にね、これハンド的に結構やばいこと起きるね、これものすごいドローするね俺。バスで召喚、コーニング発動。さあコーニングの効果、ライティ特殊召喚、アンチスキル発動、タイムパッセージ、レベルを3つ上げてからのパスティ効果、レベルを変化させて、でライティ除外して、で下げてビジョン効果使って強欲なツボ出してくる。さあ強欲なツボ出してくるスタイル、ほいで強欲なツボ効果、ジャキーン、あーでもあんま強くねえな、いやで、フォーチュンレディエヴァリーを特殊召喚、もちろん守備表示、インガス切断つらいんでね、インガス切断はなんとかこのあれで止めたいね、運命湾曲で、あーまあまあまあ悪くないんじゃない、あーじゃあこれ、いやーこれむずい、こっちか、まあ、インガス切断止めたいんでね基本的には、であいつは止めましょう、剣士も止めましょう、剣士も普通に止める、あそれは止められない、それは止められ、でもこれ止めた方がいいか、これ止めた方がいいんじゃね、手札3枚でしょ相手、これ手札3枚やったらこう止めていいわ、で運命湾曲していく。さあその効果を無効にしながら、エンドフェーズに戻ってくるよ調和。あんまり使いそうにないけどね。さあセットカードがあるかどうかですね、あとはセットカードだとちょっと怖い、セットはセットは、あーそれはね、でもエヴァリーは対象取ってないから、もう出てきたやつを、レイリューだったらレイリューをあれだもんな、別に天罰、あの天罰しなくてもいいか、レイリューは別にどっちにしても除去できるんで、あんまり関係ないかこれ、天罰打つ必要、これ出てきてさ聖眼かレイリューか出てくるんじゃん、レイリューね、はい、で除去すんのがセットカードですね、セットカード、これ打たなくてもいいよね別に、天罰、天罰打つ必要ないよね、だってこれ除去できるんだから、どうせエヴァリーで、これ手札コスト払う必要ないでしょ、はいどうぞ、いいですよ全然除外して、めっちゃ効果そうするか、はい、であとは相手の表側表示モンスターは除去させていただいて、あとセットモンスターが何なのかみたいな話ですよね、セットモンスターが何なのかみたいな話をすると、カード除外して、はい、まあでも太鼓だと思うけどな、多分これ殴ったら勝てる気するけどな、普通にパスティをこっちか、こっちだな、こっちこうして、でこうして、でこうして、チューナー出してきて、はいはい、アルマデス欲しい人生だったねこれね。アルマデスが欲しい人生だったけど、こうして太鼓でしょ、こうして、まあ、ワンチャンね、もしかしたら霊廟の守護者っていう可能性もありますからね、霊廟の守護者っていう可能性もありますんで、こうしてしっかりとこれでパチコやって、はいはい、なるほど、でセットスキルゾーン、タイムパッセージ、ほいほいで、はい対戦ありがとうございました。フォーチュンレディね、シンクロできたら強いです、シンクロできたらね。さあお相手の方、ダイナソー龍崎選手、はい、殺意デッキ、殺意デッキ、殺意ですけど、ウォーテリー来んなや、めっちゃ初手ウォーテリー、めっちゃ初手ウォーテリー来る、本当に、本当にさあ来すぎなんだよね、コーリングして、これさシンクロせずなんじゃね、5、6、7、これさシンクロ、これさ天罰でさ、これワンチャンさ、これこうしたらさエヴァリー出るんじゃね、これ
これ次のターン、これ天罰で相手の初動を1回押さえてターン返ってきたら、5と、2だからこれ7で、エバリー出るっていう説ないこれ甘いかな結構考え甘いこれ俺そんな環境じゃないこれもターン持ってきたらこれ進行できるんだけど今さスキル使っちゃうとさあのスクラップドラゴンしか出せなくてめっちゃ弱いんだよねさあどうするんでしょうかダイナソー龍崎選手さあ何何でいったんでしょうかまずそもそも巨大決戦って何これまたクソみたいな殺意高いスキルじゃなくてデッキトフェニア聖国か聖国ほう聖国デッキで巨大決戦なるほどさあトフェニドラゴンをリリースし親友トフェニいやーめっとくせえなこれいやーこれ親友あーでも今これここ使ってもよかったかもしれないなあでも普通に殴れるからダメかでここで死ゆの効果止めか死ゆの効果止めこれで止めればいいのかこれで止めればワンチャンなんとかなるリリースまあ、天罰打つしかないか天罰打つしかないこれで止まってくれたらマジ奇跡起きるけどなこれさあ謎にクソザコムーブしてるけどね俺クソこの世で一番弱いムーブしてる今俺アセット効果なんか出てくる出てこない消臭力はい消臭力強化いや手数多いなアセットドラゴンあ召喚剣使ってないやつロックエクシーズやばいマジやばいやばいやばい無理マジでもう勝てないよちょ無理だってもうアセットドラゴン1枚で返せるデッキじゃないからねこのデッキね1枚で返せるデッキじゃないんだよ助けてくれドロップエクシーズなんだこれあ、合ってますかあ、出た寿司三昧寿司三昧エクシー召喚来た寿司三昧効果これ何が出てくるんだネフテかいや助けてくれもうシンプルにそのまんま終わるぞコストラブラブラブラゴン パンデミックドラゴンってなんだっけ100の倍数のライフを払ってあれですか打点をあーそういうことおーのすあこれ巨大決戦ってこと？え、天才すぎん？天才デッキで笑った強っ